皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今回はですね、ちょっといつもね、自転車に関するね、お話をさせていただいておりますけども、今回ちょっと趣向を変えましてですね、走り方、駆け足の仕方ですね、に関してね、ちょっとお話をしてみたいなと思います。まあタイトル的に言うとですね、南風流の難波走り乗りに関しての動画紹介でございます。でですね、うち、まあね、店作った頃からですけども、ナンバー崖っていう、ナンバー走り、ナンバー掛け、ナンバー掛け足ですね。っていうね、日本古来のね、どうやら掛け足の仕方があったらしいということをね、聞いてて、それが何だったのかっていうのがね、実を言うともうね、動く映像として、保存されているものがありませんので、どんなもんかようわからんと。というところでね、なんか逆に興味が湧いて、いろいろね、こうだったんじゃないか、ああだったんじゃないかっていうのをちょっと想像しながら、今まで来たんですけども、それに関してね、一定のこう成果が得られたなというような確信も得ましたので、ちょっとそれに関してご紹介をしていくわけです。で、なんか話し出すとね、結構長くなりますので、まあ多分何回かに分けていくと思います。で、今回はですね、そのなぜ難波走り、難波崖を研究するようになったかということに関してちょっとお話をしてみたいと思います。で、今から10年前ですけどね、雪のマウンテンバイクレースみたいなのにファットで出てちょっと落車をしまして、で、その時にですね、右足からこうどんどん着地したんですけども、そこの時にですね、やっぱ衝撃がすごかったらしく、右膝のですね、前十字靭帯断裂という怪我をしてしまいました。で、まあ手術をして、靭帯をね、再建手術ってやつですね、それをやりまして、で、一応完治はしたというふうには、医者は言うんですけども、駆け足をするとか、ちょっとジョギングみたいな感じで、2時間ぐらい走るとどうしても膝が痛いとか、で、2週間ぐらいするとね、こう水が溜まってきても痛いというふうになるわけですね。で、医者にこうどうなっとんだということで話をしてみたんですけど、手術、再建手術に関してはできてますと。しかし、その靭帯を切ったとかね、その後のこう、足の動かし方とかによって、その軟骨にですね、もしちょっと傷が入ってしまったとかいうことであればですね、それはもう外科手術的にはもうどうしようもないんですよというお話をされまして、まあ要は膝に炎症が起きてるから水が溜まるということですから、膝の炎症が起きないようにするにはどうするんだという話になると、やっぱ膝に衝撃を与えないようなことをしなきゃいけないと。っていう風になりまして、ね、靴をね、じゃあ、もっとね、衝撃吸収性のいいやつに変えてみるとか、やってみたんですけども、結局、うまくいかないというような状況になりました。で、そんな時にですね、ベアフトランニングっていうね、裸足で走りましょうというような考え方がアメリカの方で出ているということを知りました。で、そのベアフットランニングっていうのは何かというとですね、衝撃吸収性に優れた靴を履くことによって、人間がもともと持っている衝撃吸収装置である、まあ、例えば足首とか、ふくらはぎの筋肉とか、膝の関節とか、そういったのをね、使わなくなってしまうと。要は道具、便利な道具があるとね、人間バカになるというか、電子計算機がね、普及してから暗算ができる人って多分減ってると思うんですけど、そういうようなことが起きてるんじゃないかと。で、それがスポーツ障害の一番の原因なんだというようなことを言ってる人の文献を読んで、あ、なるほど、そうかもしれんと。で、実際僕はテレマークスキーが好きでね、やるわけなんですけども、プラスチックブーツとかね、カービングスキーとか、いうのを装備をですね、あえてやめて、革靴とか、細板とかね、そういうような組み合わせでやることによって、なるほどと、やっぱ感心することも多かったわけですから、じゃあちょっとそれもね、ちょっと転用して、じゃあ靴を履かずに走ってみましょうというふうになったわけです。で、うちの近所にね、自動会館ありますので、そこの板張りのね、体育館というか、剣道場みたいなところですけども、そこの中をですね、裸足で、30分ほどですけどね、駆け足をさせていただいたわけなんですけども、もう、その時のことはね、もう今でも忘れません。なんていうんですかね、本当に目から鱗が落ちるような経験でした。で、具体的にはですね、どういうことかというと、裸足で走るとですね、ほぼね、絶対と言っていいほどでね、かかとから着地しなくなると
思います。短距離とかね、10秒とか15秒ぐらいだったらかかとからドソソスっていくのも、まあ、可能かもしれませんけども、それをね30分やれっつって多分それできる人とおそらくいないんだろうなと思います。でということはですね、人間っていう生き物は靴を履く前はもともとかかとからの着地ではない、つま先とかの母子球ですね、その辺から着地して足の裏の筋肉とかアキレス腱とかを上手に使って衝撃を逃がしていたんではないかいなというようなことが推測されるわけでございます。でもう一つはですね、30分走った翌日ですけども、驚くほどですね、足の裏とか、ふくらはぎとかあの辺がもうものすごい筋肉痛になりまして、でなんじゃこりゃというふうになったわけです。でこの筋肉痛に関してはね、最近ナイキの厚底靴っていうのが出てきて、あれに履き替えてすぐの人がやっぱすごいふくらはぎがもう張ってダメだからもう俺はやめたみたいな話になると思いますけど、僕は実はそうは考えなくて、たかだか30分走ったぐらいでものすごい筋肉痛、1週間とまでは言わんけど2、3日取れなかったですね、それぐらいの、筋肉痛を起こしてしまうような衝撃を、衝撃吸収性に優れた靴を履くことで、靴の靴底とかね、膝の軟骨とかそういうので直接ボスボス受けてたんじゃないかというふうに僕は考えたわけですね。ということはここに書いてますけど、母子球から着地するということは常にかかとが上がって、結果として、実はねやってみると分かるんですけども、常に膝が軽く曲がるんですよね。で着地の時に膝関節も使えれば、母子球から着地してかかとはもう一応浮いた状態ですから、土踏まず、アキレス腱、ふくらはぎ、ハムストリングス、それから、ね、まあ、上半身の使い方をうまくやれば脊髄全体ですね。で体の、ね、裏側についている可動部分、それにまつわる筋肉群を使って着地の衝撃を上手に分散して一箇所に負荷をかけすぎないようにすることが可能なんではないかいなというふうに思ったわけです。でベアフットランニングっていう、いわゆる裸足走法ですね。裸足で走ることによって人間がもともと持っているであろう衝撃収集装置を活用しましょうということで、そういうふうに走り方を変えなきゃというところまでは良かったんですけども、5日始終そのね、剣道場みたいなところで走るわけにはいかないので、アスファルトの上とかを走れるようにするために、じゃそのベアフットランニング用の、ふさわしい靴はないのかというふうに探したんですけど、なかなかこれというものが売ってないし、まあ、あったとしても異様に値段が高いとかいうようなものでございまして。で、その時なんかないのかというふうにいろいろネットで調べているうちに出会ったのが、足中草履ですね。この足中草履でご存知の方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、今はね、結構ダイエットスリッパっていうような形で売られてるケースが多いものですね。で、これもね、ネットでいろいろね、ウィキペディアとかで調べていくと非常に興味深い履物で、日本史の中でね、一番最初に出てくるのが、蒙古襲来絵言葉ですね。熊本の御家人の竹崎末永さん。あの人がですね、自分の功績を称えるために書かせたイラスト入りの文書、報告書があるんですけども、その時のですね、鎌倉武士、御家人が、足中草履を履いて、蒙古兵と戦っていたというようなのがそこで推測されるわけです。ということは、もっと前ですよね。鎌倉時代からあるということは、絵に残ってるのが鎌倉ですから、もっと昔から、多分その足中草履っていうのは日本の、まあ、民族衣装というかね、独特の履物として定着していたようです。で、実際その、いわゆる侍とか、足軽とか、そういう人たちは足中草履を履いて戦場を駆け回っていたというようなことのようでした。で、足中草履ですね。まあ、ネットで調べてもらえば画像も出てくると思いますので、見てもらうといいんですけど、まあ、要はかかとがないんですよね。鼻緒しかついてない、草履みたいなもんです。で、かかとがないっていうことは、かかとから着地をしないという、走り方が前提としてあって、足中草履っていうのがあるわけですから。ということは僕が、その当時ね、僕の理解では、かかとから着地しないということが膝とかね、足腰に優しい走り方であると。ということは、足中草履に履き物を変えることで、強制的にかかとから着地しないという走り方が実現できるわいな、というふうに考えるようになったわけです。
で、ベアフトランニング用というかね、そういうような履物として理想的だと言われているものに、メキシコの山岳民族のね、使ってるワラーチっていうのがありまして、それを自作するというのがね、結構なさってらっしゃる方多いんですけども、私は日本人なのでね、できれば先人がね、何を考えながらやっていたかとか、先人の残した英知に触れたいというような頭もありましたので、じゃあその足中草履のようなものを用意して、やろうというふうに、駆け足をね、その方向を変えたのが今から10年ほど前でございました。で、さらに昔の日本人がね、どんな走り方とか足中を使ってどんな走り方をしてたのかっていうのを調べていくと、そこで初めてね、難波走り、難波歩き、難波崖、難波走りというようなものに出会いまして、実を言う、なんかそれをね、調べていけば、飛脚とかね、忍びとかいう人たちは、今の日本人からは考えられないぐらいの長距離をですね、走っていたらしいということが分かってきまして。ということは、細く長くですね、細く長く走り続けるために必要なものがその足中草履を使った難波掛けに充満しているんではないかいなというふうに考えるようになりまして、じゃあ僕はもう本当さっきも言いましたように日本人なので、じゃあ難波掛けをね、ちょっとどんなもんだったか追求していこうというふうに考えることになったわけです。